梅田さん行きます。そろそろなんか梅田さんから着信来すぎてこれ出なかったら割れそうだもんね。はい、梅ちゃんです。今日は大丈夫なんだ。よかった。どういうあれなんだろうね。電話が来たから、あ、今日は大丈夫なんだねみたいな、予定空いてんだねみたいな意味。おいビーチ。でもちょっとまあね、皆さんね、行きましょう。あー、いたいた。あ、ビーチで待ち合わせなんだ。梅ちゃん遅いよ。お、ごめんごめん。お、お詫びに松井咲子ちゃんでーす。松井咲子ちゃん出てきました。どういうことだろう。ちょっと皆さん、男性だよ。正論正論、咲子のぶつけましたテーブルに。あテーブルに足でぶつけて、しかも倒す。多い方が楽しいじゃん。咲子がいたから誘っちゃった。いいでしょ。すごいな、この断れない先輩のなんか感じね。うん、すいません、デートとかって知らなくて。なるほどね、なるほどね。もう夏女って感じのセリフですね。でもさきこはね、電話切って振っちゃったからさ。これとかも大変なんだろうな。とってもわかる気持ちが。だってマイクに向かってさ、楽しいねみたいな、冷たい、やめてよみたいな、もうクソ大変だからね。もうなんか結構さ、なんか多分やればわかると思うんですけど、まあやる機会あんまりないと思うけど、なんかなんだろう、やってないこと実際さ、なんか熱っとかさ、冷たいとかさ、なんかそんなんわかんないじゃん、やってみなきゃさ。ほらほらほらが聞こえたぞ。なんか20ぐらいになってない？え？何？やばい、これ心霊なんじゃないの、もしかして。だってさ、松井咲子、梅田彩香だったらわかるけどさ、明らか一人のセリフなのに。咲子の笑い方が怖いっていうのがね、このゲームでね、分かっていただけたんじゃないかなと思います。おー楽しそう。ほら、大変そうでしょ？大変そうなのが垣間見えてるセリフでしょ？いや、私も多分相当ひどかったと思うな。交代してください。だ、顔と合ってないもんね。別で撮ってるから。やっぱ顔はよくやるから。そろそろ休憩しない？え、やらないの？喉乾いたし。喉乾いたからね。二人きりになりたい系かな？おお、気が利く系女子。私だったらコーラが欲しい。頼んでる。梅ちゃん、僕と残るのを避けてる。なるほどね。あ、うん、ていうかこの2人ってさ、水、なんでもないです、なんでもないよ、なんでもないって言ってんじゃんか。え、二人きりになりたくないのかなって。そんなこと、あなたは素敵なの。なんか前髪ない梅田さんって逆に新鮮、私的に。なんか梅田さん前髪ないけど、なんか梅田 B で一緒で、まあ、キャプテンで前髪がなかったから、なんかちょっと不思議な感じがする。梅ちゃんといると楽しいしね。楽しいか。うん。私はさ、正直、え、ちょっと怖い。なぜなぜなぜ。え、冷静さを保てなくなりそうな自分が。ほえや、怖いね。いろんな意味でね。すごいね。なんか、それをさ、本人に言っちゃうの、すごいね。お、すいません。
君に友情は無理のようだね。僕は梅ちゃんとならいい友情が築けるんじゃないかって思ってたんだけど、やばいな。友情とかじゃん、友情が良かった。友情ね。うん。今更いい友情は難しいかな。なるほどね。難しい。意識しちゃってんだもんね、一緒に来て。でそれが気まずいから咲子も呼んだけど、まあ、結局は冷静を保てないからごめんねみたいな。そして振られるっていうね。お、咲子、うだってさっきいたじゃん。え、は、復活してるんだ咲子が。お久しぶりです、急にメールなんてしちゃってごめんね。あなたのことやっぱり諦めきれなくて、もう一度会ってくれないかな。さっきもあったけど、ちゃんとあったん、お久し、全然お久しじゃないけど、どうしようかな、どうするべきなんだろう、これって。これでさ、家にしちゃったらさ、電話はもう来ないのかな。ちょっととりあえず、どっちにしろ、電話来てる人数少ないだろうから、さきこに、はい、復活、さきこ復活しました。オープンカフェ、おお、なんか結構割と服が、お、ここにも匂いフェチ来たよ。髪かと、髪の宮沢さんと優しい匂い。私って匂いフェチなんですよ。ちょっと待って、音楽と一緒でそれぞれに調べがあるっていうか、それぞれに調べがある。匂いにはそれぞれに調べがあります。皆さんご存知でしたか。調べがあります。匂いの調べね。さすが音大生っぽい、音大生っぽい例えというか、どういう感じなの。例えば、うん、私窓を開けた時に外から入ってくる匂いがするんですけど、それを常夏の調べ。常夏の調べ。ちょっと寒いな、この回。お店で出されるおしぼりの匂いも好きなんだけど、うんうんうん、これは爽やかな春の調べって感じかな。音大生っぽい、音大生っぽいな。おなんか言ってますね。言ってるけどちょっとよくわかんないな。風の匂いか。あなたの匂いです。お、え、あなたの手の匂い、シャンプーの匂いの後。うわ。ちょっと引いちゃうっていう、この、いろんな調べが合わさって、うん、なんかオーケストラみたいで。失言、失言じゃない、なんて言うんだろう。言葉を失うね、オーケストラね。で、私の匂いはどうですか。え、声の調べ聞こえますか。なるほどね。あー、こういう落とし方か。でもまあね、復活させといて悪いけど振りますから。うわ、気持ち悪い、この選択肢。いきます。咲子ってこんなにグイグイなの。いや、聞こえないなって言ったら今、え、なんてって言われたんだけど。なんでこんなグイグイなの。復活してくるわ。聞こえないな。そうですか。ほら、もっと耳を澄ませて。これ恥ずかしかったろうな。僕には君の声の調べを聞く必要はないよ。悪いけど君の気持ちには答えられない。てんてんてん。泣いてる。悲しい調べ、恋の調べかと思いきや。え、てか結構いないぞ人。お、メールですね。お、アミナちゃんじゃないですか。え、アミナちゃん
やりたいな。はい。あ、間違えた。間違えちゃった。え、しかも電話来てねえし、終わったわ。え、アミナちゃんやりたかった。とか言って、ここで見ながら言ったら失礼。誰がいいかな、萌えのかな。もしもし、今ちょうどかけ直そうと思ってたところだったね。そういうのいいよね。かけ直そうっていうか、多分着信は来てないけど、もう一回かけようっていうかけ直そうかな。このカフェ素敵ですね。ほう、そうだね。私、カフェ大好きなんです、ね、カフェ大好き、カフェ大好きっ子。当てる、当てるよ。多分ね、わかんない、おしゃれなとこでしょ、きっと。なんだろうな、おしゃれ、代官山とかおしゃれそう、行ってそう。そして、うん、教えてよ。普段どの町とかに遊びに行くの？そうだね、どの町。私はリアルに行くのは、あー、渋谷、新宿、原宿かな。あとはないかな。あ、メールだ。ちょっとごめん、なんなんだよ、メール来たぐらいでちょっとごめんじゃない、メールぐらい来るだろう。はい、そりゃあ、はい。あ、日本の友達からだ。ちょっといつだけメール返すね。いやいやいや、もうほんと、なんなのこの主人公。そう、萌えのを悲しませてんじゃねえよ。今グアムに来てるのでっと。あ、日本の友達から。うーん、友達か。うん、うん、いやいやいや、うんっていう前に気づけよ、ちょっと自分が。どこまで打ったっけ。なんなの、なんなのこの人。いや、そう思われて仕方ないよ。え、私といてもつまんないからそうやってメールしてるんですか。いや、そんなことないけど。私一人じゃつまんないですよ。そうだよね、ごめん。これはね 100% 主人公が悪いけど、この髪型なんだけど、このここのこれはさ、なんなの。まあこれでしょうね。そんな言い方はないんじゃない。なんなんだよ、自分が悪いくせにキレてんじゃない。彼女じゃないんだからさ。なるほどね。まあそれも、その理論もわからなくもないけど、まあ言うて私も携帯触っちゃうしね。嫌な思い出作っちゃったな。あー、割れました。はい、ということでね、何人かやってまいりましたけども、この辺で何回目かな。動画の説明文では何回目か分かると思うんですけども、まあ一応私の中では第3回目の収録が、なんか電話か、なんだよ、なんかなくなっちゃった、なんかなくなっちゃったよ、怖い。この辺で締めさせていただこうと思います。またまたコメント欄とかでね、意見お待ちしてますので。あ、早く顔出ししたいけど、ちょっとごめんね、あやりん。あ、そっか、出なければいいんだ。出ないです、ちょっとね、イルスします。まあ、ということで、そろそろ次の収録ぐらいでエンディングにね、いけるんではないかなと。結構人数も少なくなってきてるので、皆さんお楽しみにということで、以上、石田遥の名前忘れちゃった、部屋市部屋市でございました。ありがとうございました。また見てね、バイバイ。